はるかさん主演の朝ドラ舞い上がれでスタートしたんですけども、まあ、福原遥さんもね、もともと子役出身で、まいんちゃんでね、あの子供向けの料理番組でまいんちゃんでブレイクしてっていうところなんですけど、あ、見てたんですか？見てました。なんで見るの？なんで見るのっていうのもなんだけど、なんか見てましたよ。へー、おかしい。でまあ、最近ね、まあ、もちろん足立由美さんももちろんそうですけど、まあ、芦田愛菜さんとか、もっと言っちゃうと坂上忍さんもね、もともと子役出身で、まあ、活躍なさって、結構、子役出身のタレントさんの活躍がすごい目立つんですけども、ね、なんか、その辺で、まあ、ゆりさんから見て、どうなんですか、結構すぐ消えてく子役の方もいらっしゃるんですか。言われますけど、はい、どうなんですかね。なんかそのままなんかもういけちゃうんじゃないですかね、子役だったなんていうの。でも一番むず、まあ、男の子と女の子違いがあると思いますけれども、はい、男の子は変性期とかっていうのがあったりとかっていうそのタイミングね、思春期の、あと女の子も子役のイメージが、でも由美さんは、由美ちゃんはやっぱり同情するなら金くれみたいな、具が大きいよね、あれ可愛いから、まあそういう感じで、まあ、今でも変わらないんだけれどもね、もうあの CM 見てても、いや変わらない、可愛さが変わらないけど、大人になるとか女優としてやっていくのに一回どっかでやっぱりんっていう時はなかったんですか。んっていう時かどうか分からないけど、なんかもうずっとこう子役のイメージが、みたいなとか、うん、もう言えない子のイメージがとかって言われて、はい、でもそもそも言えなき子がなければそんなに有名になってないことだから、その言えなき子のイメージが悪いみたいな、なんだろう、ちょっと邪魔だみたいなことを言う人もいましたけど、でもそれがなかったらそもそも今の足立由美ってないでしょって思っていたので、それが邪魔ならもうやめちゃえばっていうぐらいの、ぐらいのぐらいで、そう。でも自分のようにちょっともう大人、もうちょっと大人っぽくしなきゃとかってグズグズいろいろあったわけですよ。本人はあれですよ、ないですけど、周りね。で本人はまあ仕事ができればいいだけだったから、仕事がやりたいだけだったん で周りは、いやもうちょっとイメージがどうしたとか、あだとか言えない人のイメージがとかってグズグズグズって言った時に、ちょうどプレイボーイのグラビアの仕事のお話をいただいて、でもまあその頃の周りのマネージャーさんとかはみんななんか反対みたい、なんかもう可愛らしい感じの、なんかそんな感じのイメージが多分良かったんじゃないかと思うんですけど、でも一番はなんか大人になったでしょっていうのを見せるには一番わかりやすいだと私は思って、受けたんですね。そう、それをやらせてもらった時に、そこのなんかキャッチみたいな話が、足立由美が大人になったみたいな、主演者さんが載せて、その辺ですかね、こう変わったっていうか。そうですね。で、あとも結婚して子供生まれて、でも見た目は変わらないのよ。そうですね。二人でもね、かわいい。かわいいのもそうだけど、細さが羨ましくて。細さ。親に対抗して上手な。羨ましい。まあ、細い。全然細い。だからもう、それは自分で。いやでもね、すごいやってるわけで、別にジムに行くわけでもないし、ストレッチをたまにこう疲れたらやるぐらいで、別にすごい何かをしてる風でもないのに。細いんですよ。これがね、羨ましいっていうか。なんか、そこ張り合っちゃってます。そう。もう全然、だからもう服がすごい綺麗に、細い方が、なんだかんだ言ったって、細い方が服が綺麗に着れるんですよ。それが羨ましい。いやね、そう、かすみちゃんともこの間ね、痩せないもんね。痩せない。代謝悪くなるから痩せないんだよ。しょうがないのよ。そんな話をしてたからね、痩せないんですよ。痩せないの。そう。だって、まあでもね、黄色いあの帽子がユミちゃん似合っちゃうじゃない、今でも。ああ、CM ですね。はいはい、CM やってますよね。そう、で、これ息子のとかって言うでしょ。そうすると本当に息子が、いやいや、ああいう帽子かぶらないからって幼稚園が違うんですよ、ああいう麦わら帽子とかなんで。でもね、芦田愛菜さんとね、共演してて、ちょっとそうですね、天才子役同士もね、子役同士がね、子役、そう、子役同士。
CM はすごい、もうメイクとかもすごい綺麗だからね、本当に綺麗に見えるから。そんなの娘さん。綺麗よ。でもね、まあ本当浮き沈みが激しいね、芸能界であんだけ長く活躍されたら本当すごいなと思って、うんうん、まあ、なかなかね、なんかコツとかもないんでしょうけど、もう常にやっぱストイックなんか巡り合わせですかね、流れですかね。でもお仕事は本当嫌になったりとか、まあ、そういう時期もなくはないでしょうけど、なくはない。結構まあ疲れたなとか、ね、まあしばらく疲れた、はい、とかっていうことはあるけど、ちょっと減らそうみたいな時はあるのかもしれないですけど、別にそういうことをなんか言われたこともないし。あ、じゃあやっぱお好きなお仕事自体、まあ、好きは好きだと思います、うん、あった方がなんか元気かも、うん、2歳の頃って2歳の頃見たことないな。2歳は何をやってたかっていうと、ソフランの、ソフランからソフランとか、あと西田さんと雪印のマーガリなんだっけ、ランマじゃなくてネオソフト、あ、ネオソフトかも。ネオソフトか、そう、なんか美味しい香ってみたいなのを西田さんの真ん中に行って、ユミとユミのお兄ちゃんが一緒に出ててみたいなのを、ご兄弟で、そう、うわ、2人で、ソフランも2人で、その頃モデル事務所何て事務所だったんですか。モデル事務所なんだっけな、知らない、私もスペースクラフトか、スペースクラフトあとはその前もあったんですけど、その前の事務所がちょっと名前忘れちゃったんですけど、はい、アドプランっていうなんかちっちゃい、それをね、あの子供の服を作る雑誌で、その応募して、まあ今でいう読者モデルですかね、あの服着たらもらえるっていうので応募したところから始まったあの足立由美ですけど、それで、そう、それでそこのアドプランっていうところに最初に入ったんだけど、子供部がなくなっちゃったんですよ。そうしたら、その時たまに仕事する人が、あのモデルのお姉さんがスペースクラフトでそこを紹介してくれて、でそれからサンミュージック、それからサンミュージックもそのモデルのお姉さんとか、お姉さんに紹介されたから、辞める時にそのもう辞めたいんだけどって言ったら、じゃあ自分が行かなくてもよければいいんだよねって言われて、でそうなんだけどってもったいないねみたいな話をしてたら、たまたまそのお姉さんを知ってるが知ってる、あのなんだろう、キャスティングの事務所の方がそこの喫茶店に入ってきて、そこで話して、なんかさ、辞めちゃうんだってって、足立兄弟でやってたんですよ、その時は。足立兄弟辞めちゃうのもったいないねみたいな話になって、その方がサンミュージックを紹介してくれたんです。そうなんです。そうだから巡り合わせで、そうですね、はい、すごいな、今に至る感じです。そのちなみにお姉さんのモデルさんは何て言うんですか。ユミちゃんって言うんですよ、やっぱり。ユミちゃんって、でも名字忘れました。ね、アタチームつあるある種ね、そうそうそう、導いた人ですね。そうですね。縁ですね、こういうのはね。縁とタイミングで本当に。そう、ゆみちゃんゆみちゃんって呼んでて、ちょっとね、途中で歯医者さんと結婚されて、知らないから。そうなんですけど、まあそれじゃ幸せ、幸せになったんです、その人も。